はい、ご視聴ありがとうございます。アゲルド剣カブトシボーズです。はい、こちらスマトラアチ、これ極太ケットのやつですね。あの自分の動画によく出てくるスマトラですの幼虫ですね。で、今ちょっと餌交換してたんですけど、めっちゃ食べてて、でね、あの背中がねでかいんですよ。めっちゃでかいんですよね。だからこれをね、あのいつもの恒例のね、ちょっとこの前回結構失敗したんで、それの改良の禁止瓶にちょっと入れていきます。はい、でやっていきます。まだ出していきます。でかい、めっちゃ大きいですね。これがスマトラ大干潟の幼虫です。で、こちらにちょっとあのめっちゃでっかい禁止瓶使います。こちらの特大の瓦禁止瓶、これぞ瓶ですね。瓶でやっていきます。でね、前回と違う点がね、点火を抑えました。もうほぼ無点火に近いですね。無点火っていうか、何も入れてないです、点火剤を。で、前回よりもめっちゃ片詰めです。ガッチガチですね。はい、これで劣化をね抑えつつって言いつつもね、ちょっと劣化してきてるんですけど、これでやっていきます。はい、じゃあ先ほどの幼虫をね入れる前にまず穴掘ります。硬く詰めたんですけど、あれですね、なんか真ん中らへん思ってた以上に柔らかいですね。はい、そしたらね、幼虫を入れていきます。おお、噛まれるよ。めっちゃ大きい。今回の子もちょっとでかいですね。期待ができます。はい、これで潜っていってください。ちょっとおせいちょん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 。で、クイカスもちょっと入れてあげましょうね。あ、綺麗だね。はい、ということですね。これで潜っていくのをゆっくりと待ちます。で、あと多分5ヶ月後ぐらいに成虫になると思いますので、また楽しみができました。この巨大瓶ボトルね、あ、瓶、巨大瓶、本当にね、ロマンですね、男の。めっちゃこっちの方が生まれますもんね。ちなみに、ちょっと幼虫だけじゃあれなんで、この前、浮かした子ですね。こんな感じのね、超いかつい子が生まれますね。浮かしますね。ぶっといおあごがすごいですよね。幅もやばいっす。もうデーンって感じ、デーンデーンデーンドーンって感じですね。はい、まだちょっと休眠中なので動きがね遅いですけど、これがね、あの前回休眠解けてね、前回バージョンになったらね、もうめっちゃ行動がね早くてね、恐ろしいですよ、スマトラは。はい、ということでですね、今回の動画はスマトラオオヒラタの幼虫がめっちゃでかくなってましたっていう動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と評価の方もよろしくお願いします。他
他にもいろいろ動画がありますので、もしよろしければ見てみてください。それではまた次の動画で。あいさしょね。グッバイ。